こんにちは、マースケチャンネル3です。今回はですね、俺が通ってた1980年初めの頃の、まあ、アニメショップと、それから俺が好きだったアニメなどについて、少々お話しさせていただきたいと思います。俺が始めていたアニメショップっていうのがですね、これは住所まで載ってるんですけども、東京は新宿2丁目にあった、アニメックっていうお店が最初に、行ったあのアニメショップでした。で、当時こういったアニメショップで何を買おうと思ったかと言いますと、まあ俺の頃はまあちょうど、まあね、ガンダムとか流行ったので、まあその辺でなんか面白いものないかなと思って見に行ったわけです。で、そこで見つけたのがこちら、これはまあ、当時あんまり見なかったんですけどね、これザブングルの第17夜の色指定なんで、こういうものがですね、全部日本サンライズ第2スタジオと、まあ、電話番号まで書いてあるんですけども、当時の日本サンライズの色指定用とかの紙を、これおそらくね、コピーして、何でもかんでもこうコピーして、それをまとめてなんか売ってたみたいですね。まあ、ちょっと中身で1枚ずつこうめくっていきたいと思います。まあ、色指定なんで、泥の海のセルの色なんつってね、しぶきがC の32と37とか、ベースが D の4の D の6とかって、まあ明けまでも影および太刀の部分に、まあ、塗ってくださいって指定ですね。こんな、まああんまりどうでもいいものまでね、コピーして、それを俺は買ったという、これはもうザブングルですね。ザブングルじゃないから、これが果たして本当ね、ザブングルのものなのかは分かりません。こうこんな感じでね、俺らの頃はですね、ロマンアルバムスでガンダムでも、まあ39でも、まあ、当時その劇中の、まあ、絵と、それから、まあ、絵コンテとか設定資料って形でね載ってましたけど、この色指定のものまでは載ってなかった。こんな細かくはね、なかったですね。こういうのまであります。これはザブングルですね。まあ、だから覚えてないんですけども、で俺は背景の方なので、どっちかというとこういう室内の、書いてあるかな、ダブルスケール V っていう室内のこういう方が、まあね、好きですね。燃えますね。こういうの見るとこう書きたくなります。で、これがガラパゴスタイプのコックピットなんで、こう斜線でね、書いてあって、こういう細かいそのね、メーカーについてもこう指定があって、そこのね、指定って色指定がね、してあるという。はい。で、こうやって、まあ最初ザブングルのものだけかなと思ったら、ちょうどね、中パラパラめくったらガンダムのものもあったんですね。これホワイトベースで、ホワイトベースの色をしてですね、で本体に影ありっていうことで、ホワイトなんで白なんですけども、ほら影の部分はね、ちょっと水色っぽいものでね、色塗ったりとか。ホワイトベース、はい。で、これアムロの色をしてですね、で、アムロの次が
カイト・セイラさんと未来の私服、これ未来の私服だ、私服の色指定ですね。で俺こういうの買ってね、何しようとしてたのかなんてね、今じゃ分かりませんけど、当時はこれを見て何をしようとしたっていうのが、今この袋のセットに入っていました。それを今からちょっとお見せしたいと思います。これを買って何をしようとしたかと言いますと、これアニメックって書いてありますかね。これ生のセル10枚で500円で売ってたんですね。当時はまだね、どっちかっていうとまだほらアニメを習ってないので、まあオタク寄りだったんでしょうね。このセルに先ほどの、設定資料のような絵をこう写してこう描いてみたいという思いがあったんですね。それで最初にやってみたのが当時好きだったうるせえやつらの、これ諸星当たるとランちゃんのですけれども、セルにこれ自分で描いたんですよ。わざわざね真似して色鉛筆で影の部分とかこう描いて、ただですねこれ確かランちゃんの髪の毛もですね、当時はこのようなアニメカラーっていうのが画材店ちょっと、いいところの画材店なんかに売ってたんですね。これ東映のやつなんですけども、このアニメカラーで塗ったんですが、ちょっと高いのもあるし、まだ学生でもあったので、そんな遊びでね塗るのにね全色揃えられませんから、ちょうどあるもので色塗ったので、若干ね色指定の色と若干どころが全然違うかもしれませんけど、これちょっと塗って途中でね色がないからこれやめたんだと思いますけれども、一応白の部分とこれね光で見えませんけれども、水色の部分とちゃんと塗り歩けてありますね。ただですね、この後ももちろんちゃんとしたアニメ会社で働いてたグループのリーダーから、セルの彩色の仕方もねちゃんと教わったので、もちろんできますけれども、この頃はまだ塗り方も知れませんので、この辺に塗りムラがあるんですよね。これにちゃんとした塗り方が、ありまして、ちゃんと塗らないと筆のタッチが残ってしまって、こういうふうにムラがなっちゃい、ムラが出てしまいます。これはこれではいけないわけですね。ということで、アニメの勉強する前にちょっとこれいたずらでっていうか遊びでこう書いたものが入ってました。でその他にもお店で売ってて、これもまたアニメカラーを揃えて、塗ろうと思ったものがあります。これがだから映画版の千年女王のセルで、ちゃんとね、ちょっと線がね書いてありますので、あとは色を塗るだけです。ちゃんと色指定もね、こういうふうに色指定もされて、ここにちゃんと先ほどのこのアニメから同じものですね。ほらアニメこれだ、アニメカラーとその色指定の番号あるので、それで通り塗ればいいですよってわけです。これもね後で塗ろうと思って結局塗らなかったですね。ほんで今度がこれ我が青春のアルカディアの方の誰でしたっけ、ゆきせいですね。でもう一つがこれも我が青春のアルカディアの方の若い頃のまだ眼帯ねしてない頃のハーロック。これ安かったんですね。250円でした。そしてこれはテレビ版のハーロックですかね。ハーロック
まあ後でまたね、アニメのところで機会があったらお話ししますけれども、俺の頃は、まあ、もちろん俺の頃のよりずっと前はこのアニメカラーでこのなんだ漫画用のカブラペンとか使ってこの線を引いてたんですけど、俺がちょうど学校に通った頃はあのカーボン紙、丸々一枚糊みたいな、ね、真っ黒のカーボン紙に下のあの作画用紙を一緒にあのカーボン紙を入れると、その黒の部分だけプリントされて、この部分がねカーボンでプリントされるっていう機械がありまして、それでプリントして、あとは今度は裏から彩色というのをやってましたね。はい、それとあと今度はお宝、お宝の、セルガーも、当時買ったようで、買ってました。それがですね、これ、当時800円で、これ、銀河鉄道39の、これがね、化石の戦士だったかな、の、ちょうど、回の、セルですね。鉄路の後ろ姿と。で、この化石の戦士ってどんな話かっていうと、ガスが来て、こう、人間が化石にされちゃうと。で、彼女がもう化石になってるのを、彼氏がこう、守ろうとしてたっていうような、簡単に話すとね、そんな話だったと思います。それでですね、今ですね、これちょっと袋から取り出して、驚いたことがあります。俺実はね、この化石の戦士だけかと思ったら、ちょっと中を見てみたら、もう一枚ね、後ろに透けて見えたんで、あれともしやと思って中見たら、これ目、ちょっと見えますかね。メーテルが客室、まあ、39の中で、これまあちょうど座ってるところのシーンのセルまで中に入ってました。ということは、これ2枚で800円ですか？安いですよね。で、このセル自体も今きっと、いくらかプレミアついてんでしょうかね。ちゃんとこのシーンの字にシーンの12ですかね。はい。で、ちゃんと後ろのところに銀河鉄道39ということで、作画記録まで一緒に入ってます。ちゃんとこんな細かいところまでね、ちゃんといろいろいろんな指定がね、指定とか。3月14日から3月21日の間にってことですかね、書いてあるのは。まあ、仕上げろって話ですか。まあ、一応ね、アニメ業界に、ね、端っこの端くれの方にこう関わらせていただいたので、まあ、どんだけ当時ね、大変だったのかっていうのは、なんとなくはまあ想像できます。はい、ということで、今回はですね、1980年当時のアニメショップと、俺の好きだったアニメの事情について、簡単にお話しさせていただきました。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。